一つ言っとくわ、とんでもない劇を作ってしまったっ、はい、というのは冗談で、はい、まあそろそろ VMAX クライマックスも発売されて経ちますが、うん、日付が、うん、まあそろそろ新レギも意識して生きてと、うん、今に始まったことじゃないか、まあ、ハイパーボールがありまして新レギでちょっこり VMAX を組んでみたんで、うん、まあ、ウィークガードないにしろとりあえず無限大だったらやっとくわ、やっとこう、可能性を見出したいんよ、うんうん、こんなんね勉強や。初めてのルーブルは、あーなるほど、こうね、うん、じゃあ、まあ、ちょっと違うけどいいよ、こう、はい最後は適当です、最初はグッじゃんけんぽい、あいごでしょ、なんで負けるかな、怒りなさんな、お願いします、はい、あーどどどどどビエラ折れてどでどかー、どうやって処理する、とりあえずミストクリスタルで、まあドガースにつき、うん、省エネだな、まあカベルト2類いけんでも、まあ、テクノモンスターでもテクノモンスター出したくないのか、まあこいつでコピーはちょっと弱そう、最ジャンで、最ジャンで、ジャンで倒すと、まあクイックボールで牙にしてるわ、まあゲノは必要と見た、殴る可能性もありますので、まあ強いよ、オッケー、ゲノピンでやりましたって言われて、引きます、おおいいね、クイックボール、山見よう、マドロガスいるかいないかで手割りの先が変わるんで、あ確かにさすがに見ときたい、じゃあガラルファイヤー V を持っていきます、いや、だからそのファイヤーを送るためにごめんなさい、マドロガスあれするから大丈夫です、ガラルファイヤー V をベンチ出す、ブラッキー V もベンチに出す、はい、こいつ置くかだけど、まあ置いといていいか、はい、で、手割りします、はい、で、ジャイの翼まで使ってで引きたくないんで、このまま覚醒しますなるほどね、はい、うわ覚醒が止まり申したか、うん、まあこちらとしても楽しみになってきたちょっとところではありません終了です、フラッシュ、こいつを倒すと悪エネが行くんですよ、で手張り邪縁でこいつ飛ぶんですよ、うん、って考えると、うん、まだまだ先延ばしで一旦逃げます、おで前出てちょ、うん、紐打つわ、生き荷を選べ、やだじゃこいつだ、ダでなんかダにします、マジゆっくりなのかエナジーミックスでゆっくりと見たね、おこの番準備だわ、ゆっくりね、ゆっくりでゲノも出した上で、はい、いやこれさっき、いやないな、ピッサン、ピッメタル操作を捨てます、はい、トレーナーズ2枚手札に加えると、まあこっちな気がするな、違います、違う見てないけどマジか、はい、エデュケーションマシーン、ミストクリスタルね、ミストが出てからやったミストクリスタルね、ミスクリ使うわ、ミスクリ、姉ちゃん一匹ぐらいちょっと置いておきたいっていうね、俺の願望を聞いてほしい、少しぐらい言って俺もそう、ダイナマイはちょっときついと見ていて、で、学習装置をここにつけておきますと、うん、しっかりと、まずフュージョンシステム1回目、はい、ハンドゼロなので4枚、はい、アタッカー2回目、はい、3なんで2枚ですね、はい、キボーガラルファイヤーの火力19につき、はい、砦やはりバグはかけとくわ、やはり置くわ、やはりね、で、3回目、3枚なんで3枚、すごいじゃん、ありがとうございます、エナジーミックス、エナミ小1、じゃあハガニーをでどこにつけるかなんですが、難しそう、まあでもブラッキーで呼ばれないにつき単集、ね、やってるのさそう、まあボスあったらいいよ、学習として移動はするから、うん、1枚クロバット V、はい、アセット4枚、1,2,3,4 枚悪の塔を張ります、おえだけど無難にクイックボール、はい、無限大な V を持ってきます、これこれ無難にね、あ、まあ、ファイヤーに引き抜いないのされるよ、研究で、あーケンちゃんか、無限大の落とさないといけないというか、まあ、進化しないな、ジレンマ、はい、ジレンマをで、これ風船エネでまあファイヤーを吸収してくるか、まあそのファイヤーゲノで食えるならいいか、悪の塔起動、1枚5枚5枚おいとりあえずジャイエンちゃん、ジャイエンちゃん、ジャイエンちゃん使います、じゃあひもひもちゃん、いやこれ俺分かったわ、こうでいいわ、こうでいいかな、はい、了解です、で手割りは無限大な V にします、はい、バッポバッポ4点、これはダメ感の休憩だから、はい、そうですね、連結しずくは関係ないと、はい、
ちゃんいきます。はい、まず入れ替えは吐きます、はい、まあ紐を振ってこいつ前に出してますからね、うん、でとりあえず逃げゾロにするわ、うん、でいやこれもう神の諸行神連れのきらめき、対象は、はい、ここと、うん、うーん、踊り鳥だと、いやこれね、もううわー、でもこれちょっと待ってないまさか友情ゲージ1枚しかないわまたのが作るなら、いいっすよで、これつけますとで、無理ねー手張りしますで、逃げゼロなんで逃げますとはいで、これしかない踊り鳥はいで、OK テンションシステムは使いません。はい。ので、情熱の雫で。情熱の雫。ダメかも、相手のポケモンに好きなようにするんで、俺の希望、終わり。しまい。希望の形で。ハイパーボールで、もう、火花、はい、まあいいかな。一旦、ハイチュウで和んでいいか。どうぞ。ブラック VMAX、はい、で、カットお願いして、そのまま進化。はい。ダークシグナル、ギノゼクトプリ。あ、きついな。こうしよう。はい、で、マリ、いきますガラルマタボガスを最大限生かしていくことにしよう5枚引きますあーどうしたもんかねこれ悪のトーンはいまだ引けるぞ1枚引き2枚、まあ、ここでいいかはい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 ありますはいバッドポイズンあもうきっちーよ倒しとけばよかったってこと終了だいや知らねえそれは1枚はいいや待って、コアイくん、はい、今気づいたわ、はい、フュージョン A についてるからこいつはフュージョンシステム使えるわうわっこいつはフュージョン A で使えるわなるほどねちょっと待って、話変わるぞこれ前手張りは一旦するわ、はい、で、こいつはフュージョン A の効果で相手の特性の効果は受けませんフュージョンシステム使えますなんだぜ、知らないよいいわ、4だから、ちょっと待ってよ2枚引きます。フュージョンエネが強いんだ。ああ、景色変わったもん。景色ほんのり変わってきたね。ハンドが5枚です。豪華。たなきゃマリ。ああ、はあ。はい、終了で。で12になりますね。うん。いやーきついきついきつい。わあ、終わり。ただちょっと話変わるな1枚。フュージョンエネ強くね。ちょ発見があったわ。セバリ。はい。こいつを、うん、まあ下げるわ。あついにね。うん、いや、頑張ってくれたそのままオーラバーンで3点受けて、まあノイドル込みで17ですけど僕が違うと聞いていて、そう、倒せるとサイド取られたかう先に取ったのは俺あなたですねとりあえずミュー V 前でいいっすよ1枚あ、ごめんなさい、学習装置発動して1枚移動しますどうぞギリ許すわ危ねえ危ねえ危ねえまあ、任意だからね、これ本当はアウトなんですけど一旦マリだわうっ OK、はいあーこれはもう出していいっすねコリコベンチ出しますジャマー貼ります1回目フュージョンシステムで入れて3枚引きますコリコフュージョンつかなくてよくない危ない危ない、でもあるで、まあ技打てますと手配します逃げますまあ食うわ、そいつは一旦じゃあ技打ちましょうテクノバスター21でやださよならだ、最後2枚いやそう、そのエネルギーがね、前に欲しかったんですけど、しょうがない。1枚、引きます。振り替え、はい。その奥エネルギー。これで、まあ、上引けば OK と。新品ちゃんね。で、クイックボールで、ブラッキー V を置いておく。まあ、いいでしょう。しょうがない。なんかミスったらしい。研究で、7枚。上引け。まあ、ハイパーボールも入ってるし、フラグ立てて持ってます、この人。引けるでしょう。引いてゆく。やるぜ。で、ガラルファイヤー V。あー、キャベ来たんじゃん。オッケー。で、ガラルファイヤー入れ替えれば、まあ、起動しますよって感じにしとけばいいか。はい。はい、手張り、ガラルファイヤー V。取れてるので、7体で、21で、はい、まあ、ちょうど倒せますね。学習そちらは忘れずつけます。はい。まあ、ミュウで。いやーちょっと粘ってきたが、はい、まあかなりきついはきついですよ、はい、ただまだ諦めないハイパーボールでミュウとローズタワー捨てますローズタワーね秘密のカードさまあとりあえずなんか処理できそうなやつにしようかビッグボールでミュウ V 捨てて、はい、これは持ってこなくて大丈夫ですで小林くんさすがに、はい、一旦はもらうわ
いえ、あげません。与えない。まず、ボスゾーダで、お前。一旦ね。そうだね。これでガララファイヤー食っても、ダイナに飛ばされて負けるだけだから、俺知ったんですけど。で、邪魔あるんで風船じゃ逃げれませんと。手張りしてくださいと。で、氷っぽ手張りします、これは。連打ゲーだね。連打ゲー始まるね、これ。で、ゲノも出しますと。はい、別に言われたら負けたもんね。で、フュージョンシステム1回、回転ですよね。5枚引きます。やめてよ。もう、なんて遠回りをしているんだ。いろいろミスってそう、さすがに。さすがにミスがあったっす。こんなミスりまくるよ、多分。メタルソーサーで。フラッシュの鋼をベンチの上に見つけるんで、まあ、ゲノに。縛られることも考えて、こっちから手張りの部分はギリあるとして、ゲノにします。パチをつける可能性もある。はい。はい、で、5枚なんで、もう1回使っておきます。1枚。はい。じゃハイパーボールで噛みつれと、実際捨てるわ。なんといいと思うわ。どうでもいいもん、なんか。どうでもいい。呼ばれたら負けどうせ。どうでもいい。はい、で、進化します。うん。OK! じゃあ、情熱の雫で。ダメカン5回相手のポケモンレスキューするんで、どこにするんだい。もうこんなんさ、次の番俺多分ボスでここ呼びつつゲノで こいつ来るしかないんよ。多分そうなんよ。だから、あ、4枚の捨て置きね、300が3枚で300だもんね。最悪、最低4ね、最低4ね。いいや、4-1でいいや。オッケー、終わり。それしかない。1枚ちょ頼むわ。いや、旦那さん、もうちょっとくれ。もう俺の勝ちよ、大体。大体勝ち。ちょ、やめて、ほんと苦しい。いや、大体勝ちよ、もうこれ。大体勝ちじゃん。ああ、風船。あ、邪魔で向こう見てますよ。うっ、ボスで、呼べば一緒なんで。はい。ああ、やめてくれ。一回引けるかどうかな、わけよ。ああ、そうでしょ、旦那さんね。ああ。これ、やだ。こいつで、じゃあ、はい、あー、ツルジャマーが逃げるぜ、俺は。ちょっとね、振り返れば関係ないね、ツルジャマーを。あー、ドレスエンドで、旦那さん負けました、ありがとうございました。いや、でもちょっと必死に粘ってたわ。粘ってましたね。粘ってんだ。ただ、やっぱ速攻仕掛けるべきだったのかなって気もしますね。いやでも、仕掛けてたら負けてた気がするな。まあでもまだタブレットが全然あったから、なんか多分バッドポイズンのあれ多分一旦ぐらいできてたんじゃないかな、フュージョンシステム。なんか気づかなんか引けてそうだけど、気づかなんか遅かったか、俺も知らなかったから。いや多分一旦引けてた、引けてたから。まあ多分なんか引けて 1,2 枚であんま解決になってないけど。そうか。いやでもいい発見だったよ。